宮城県栗原郡の範囲栗原郡は宮城県にあった郡。両政国下では道の区国に属す。明治11年に行政区画として発足した当時の郡域は下記の区域にあたる。神保境文元年に当時の道の区国最北の城として維持城が築かれた後に置かれた。文名として資料に伊持郡と上地郡、出土した漆紙文書に この地上があり、上地は、この地の五字で、この地が維持と、同音維持とされる。この文明が後に、栗原に変化したと考えられる。江戸時代には、仙台半寮となる。栗原軍は92村を要する大軍であったため、これを、栗原、ま、一波様、二佐子、三佐子、三沼の極に分割した。このうち三波様の有壁村、片馬合村は、遠方9年に、 岩沼藩から解放された田村氏一の関藩に分岐され、この状態が幕末まで続いた。1、長岡村2、宮沢村3、清滝村4、高清水村5、藤里村6、玉沢村7、月岳村8、宮野村9。 富野村10、姫松村11、市長様村12、長崎村13、金田村14、花山村15、鶯ぐい沢村16、小松村17、文字村18、栗駒村19、岩ヶ崎町20、豊崎村21、一、萩野村22、二、ん成村23、つくも村24、沢辺村25、大岡村26、有賀村27、若柳町28、畑岡村29、 9. 千葉姫村。ありがとうございます。